熊の作り方。260のバルーンを用意し、よく伸ばします。空気を入れます。60センチくらいです。6センチのバブルを作ります。これは花になります。続けて6センチのバブル。7センチのバブル。3センチのバブル。5センチのバブル。3センチのバブル。7センチのバブル。ひねり合わせます。最初のバブルを輪っかの中に突っ込みます。3センチのバブルをしっかりつかみ、引っ張りながらひねります。これは耳になります。もう5つも同様に。顔の完成です。体を作りましょう。6センチのバブルを4個連続で作り、ひねり合わせます。8センチのバブルを作ります。2つのバブルの間を通り、再び8センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。あまりはしぼませます。これで完成です。お疲れ様でした。